影山博信は日本のシンガーソングライター、作曲家、編曲家。大阪府大阪市東住吉区出身。血液型は A 型。本名及びレイジー時代の休憩名は影山博信。作詞や作曲の際に山系千広市の名を使用したこともある。電撃戦隊チェンジマン関連の楽曲は影名義で歌っている。愛称は影ちゃん。 他にジャムプロジェクトのメンバーとしての愛称に長老がある。また、アニソン界のプリンスの異名を持つ。声優の K 山梨彩りは、長女、ダンサーコレオグラファーの影山奈々は次女である。大阪市立南田編小学校、大阪市立田辺中学校、明治大学、附属中野高等学校定時制卒業から編入。実家は留発店である。16歳の時に、 小中学校の同級生だった高崎明ららとバンドレイジーを結成。朝日放送、ハローヤングに出演、司会の釜谷やつひろしに認められてバンド全員で上京し、1977年に和製ベシティローラーズの振り込みでプロデビューする。ヒット曲、赤ずきんちゃんご用心を出すものの1981年5月にレイジーが解散。同年10月、 現在の芸名で特馬音楽工業からソロデビュー。当時、注目度はそれほど高くはなかったものの、国民的人気番組8時だよ。全員集合の歌ゲストにレイジー時代からソロデビュー後まで数回出演したこともある。当時は数少ないテレビ出演というのもあり、会場には大勢のファンが詰めかけ、前の席を占領していたという。 1985年に日本コロンビアに移籍し、渋谷エグマンでよく歌っていた。日本コロンビアスタッフから東映への強い推薦で、電撃戦隊チェンジマンの主題歌を影名義で歌い、これがきっかけでオリジナル作品以外にアニメ、特撮の主題歌も歌うようになる。当初はキャラクター作品は興味がなく、アニメソングの歌い手としてはどちらかといえば遅い。 出発であったが、1989年に歌ったアニメドラゴンボール Z のオープニング曲、チャ・ LA ヘッドチャ・ LA で170万枚のセールスを記録、1991年の超人戦隊、Z マンではゴールドディスク大賞、アルバム奨学芸部門を受賞するなど、一気にその知名度を高めた。なお、同時期に発表したオリジナルシングル、 月々月も40万枚以上のセールスを記録している。名実ともに、水木一郎、佐々木伊佐をコカドマジンラと並んで、アニソンの第一人者である。2000年にレイジーメンバーの井上俊二が設立した、レコード会社ランティスへ移籍、ジャムプロジェクトのリーダーとして活躍する。本名が、影山ではなく、経山であることを、本人も不思議に思っていた時期があり、 ジップに尋ねると、島根あたりにルーツがあるんじゃないかと返答された。実際に、島根を訪れて、経山の表札の多さに驚いたほか、現地周辺でのライブで冗談交じりに聞いたところ、観客の中で数人、経山を生に持つ人が見つかったという。幼少の頃には、地元大阪府にある、平方パークによく遊びに行っていた。 岡山市出身である母の成果もまた、父親と同じく理髪店であり、母を含め姉妹全員理髪店に嫁いでいる。そのため、幼少の頃は親戚を訪ねて、岡山で遊ぶことも多かったという。学校の時、ボーイスカウトに参加し、リーダーを務めていた。同じボーイスカウトのサブリーダーを務めていたのが後に、ラウドネスのベーシストとなる、山下正義であった。また、 いじめの構造の著者である森口明と中学校の同級生である。作曲に使用している音楽ソフトは Mac のデジタルパフォーマー及びプロツールズである。スーパー戦隊シリーズでは電撃戦隊チェンジマン、高戦隊、マスクマン、超人戦隊、ジェットマンの3作品で主題歌を担当しており、メイン側の参加では文書と並んで歴代最多体となる。エンディング曲は この3作品に、オシフセンタイハリケンジャーを加えた計4作品で担当しており、こちらは単独トップである。東映の3大特撮シリーズでは、他にメタルヒーローシリーズで、鉄腕探偵ロボタックの主題歌を担当した。その他、以下に挙げるような多彩な活動を展開している。電撃戦隊チェンジマン関連の楽曲はすべて影名義での発表となっている。 オリジナルアルバムベストアルバムライブアルバム CD ボックスカバーアルバムありがとうございます。